おはようございますただいまから予算特別委員会第3分科会を開会いたします。本日は本委員会に付託されております議第106号、令和5年度京都市一般会計、補正予算ほか4件のうち、本分科会に関係する部分の審査を行います。本日の審査の方法については、今回の付託議案に関係する 産業観光局の出席を求めて議案の説明を聞いた後質疑を行っていくことといたします本日の質疑に時間については今日1日の各会派の持ち時間をホワイトボードに記載しておりますこの範囲内で質疑を行っていただきますまた1人1回あたりの質疑制限時間は答弁を含め概ね30分といたしますなお 質疑の持ち時間が30分未満の会派に等については、その持ち時間を制限時間といたします。次に質疑の順番については、議案の説明を聴取した後、質疑希望者の挙手を求め、大会派順で発言を認めていくことといたします。具体的には、まず、交渉会派が大会派順に質疑を行い、次に立憲民主党、民主・市民フォーラム、最後に無所属の順といたします。 また質疑は付託議案から外れないようにお願いいたします。なお、本日は正午から理事会が予定をされており、質疑の途中であっても、11時55分をめどに休憩に入らせていただきますので、あらかじめご了承願います。以上、ご了承願います。それでは、産業観光局の審査を行います。理事者、説明願います。松下産業企画室長。 着席してて説明してくださいありがとうございます。それでは補正予算案につきましてご説明申し上げます。お手元の予算特別委員会資料の令和5年9月司会産業観光局所管補正予算案の概要をご覧願います。資料右上に9月補正予算と記載させていただいている資料でございます。 資料1ページをご覧願います。この度の補正予算案につきましては、不要が見込まれます臨時交付金充当事業の予算の減額等を最大限活用するため、資料上段箱書きの全体像にございますように、一般会計において、1から7の新たな事業の創設で6億200万円、8の臨時交付金充当事業の減額補正で 四千百万円、合計五億六千百万円の予算の計上をお願いするものでございます。箱書きの下補正理由でございます。現在も物価高騰は引き続いており、その動向を注視する必要があるものの、コロナ禍から社会経済活動の正常化が進展する中、京都経済は全体として持ち直しており。 今後、さらなる改善が期待されるところでございます。また、明けの観光シーズン以降、観光客の一層の増加が見込まれております。このような中で、京都経済を支える中小企業等が、持続的発展に向けて取り組む、市民生活と調和した持続可能な観光の推進や、担い手の確保、生産力の向上、大阪・関西万博を見据え、 海外も含めた販路拡大を支援することで、コロナ禍からの力強い回復と成長を後押しするとともに、市民生活の下支えに資する取り組みを支援しようとするものでございます。<laughs> 続きまして、それぞれの事業の概要についてご説明申し上げます。1、京都観光の回復に伴う観光課題対策強化事業でございます。 2,000万円の補正予算を計上しております。資料2ページをご覧願います。観光客の一層の増加が見込まれる中において、市民生活と調和した持続可能な観光を推進するため、京都観光モラルの遵守した行動の促進、マナー啓発、手ぶら観光の推進といった対策を強化するものでございます。1デジタル広告を活用した 啓発活動でございます YouTube や Facebook などのデジタル広告を活用し、京都観光に関心のある方への旅前啓発、京都観光中の京都観光客等を対象とした旅長啓発を行うものでございます。各個に観光マップや交通広告を活用した啓発活動でございます。モラル周知、マナー啓発等を盛り込んだ多言語観光マップや 市バス、地下鉄の車内広告等を活用し、旅中啓発を行うものでございます。二、中小企業担い手確保、定着支援事業のさらなる推進でございます。4,600万円の補正予算を計上しております。中小企業等における担い手不足が深刻化していることから、インターンシップのさらなる促進支援等、担い手確保定着につながる取り組みを強化するものでございます。 1. インンターンシップ促進支援でございます担い手確保や企業、学生の双方のミスマッチの防止に資するインターンシップを促進するため、既に実施している中小企業等に取り組みの継続を促すとともに、ノウハウや受け入れ体制が不十分な中小企業等に対して、実施に向けた取り組みを支援する補助金を創設するものでございます。補助対象者はインターンシップを実施、 または企画する中小企業と等とし、補助対象事業は企画費等インターンシップ実施に要する経費としております。補助率等は記載のとおりでございます。括弧に中小企業の担い手学校支援でございます。あ、留学生採用中小企業向けセミナー交流会でございます。中小企業等における留学生の採用につなげるため、 留学生雇用のノウハウやグローバルな視点といったメリットを理解いただくセミナー及び交流会を実施するものでございます。い、中途求職者向け企業説明会でございます。企業の即戦力となりうる中途求職者を対象とした企業説明会を開催し、中小企業等の魅力を発信することで、担い手、覚悟につなげるものでございます。資料3ページをご覧願います。3 観光事業者、宿泊、飲食、担い手確保等支援事業でございます。5800万円の補正予算を計上しております。秋の観光シーズン以降、観光客の一層の増加が見込まれることを踏まえ、コロナ禍前よりも担い手不足が深刻化している宿泊、飲食事業者に対して、担い手の確保及び業界への定着に向けた育成や安定した雇用環境づくりへの支援を行うものでございます。 括弧1、宿泊・飲食業界の魅力発信でございます。京都の宿泊・飲食業界で働く魅力、学べることなどを広く紹介することで、担い手の確保につなげるとともに、安定した雇用環境づくりを行っている事業者の取り組み事例を、業界内に広く発信することで、事業者によるより良い雇用環境づくりの機運を醸成するものでございます。括弧2、 宿泊飲食事業者への求人サイト経営支援でございます。秋の観光シーズンに向けて、宿泊飲食事業者が求人サイトの活用により、担い手を確保する取り組みに対して、支援を行うものでございます。補助対象者は中小企業等の宿泊事業者及び飲食事業者とし、補助対象事業は求人サイトへの掲載費としております。補助率等は記載のとおりでございます。 3、宿泊・飲食業界への定着に向けた担い手育成支援でございます。従業員等に対して、京都を職場にすることの魅力を再認識することや、スキルアップ等につながる研修等を行い、業界における担い手の確保を継続、業界への定着につなげるものでございます。資料4ページをご覧願います。4、商店街等消費活性化支援事業でございます。 1>, 1億6000万円の補正予算を計上しております。商店街等が実施する事業者の売上向上を図るとともに、生活した支援につながる事業を支援する補助金を創設するものでございます。補助対象者は商店会、小売市場、中小商業団体等5事業者以上の商業者グループでございます。補助対象事業はプレミアム付き商品券事業等でございます。 補助上限額は下の表の通り、構成因数に応じたものとし、プレミアム付商品券、ポイント還元事業については、補助上限額を2倍に引き上げることといたします。補助率等は記載のとおりでございます。5、ものづくり中小企業等販路開拓支援事業でございます。8000万円の補正予算を計上しております。ものづくり系の中小企業等に対して、 国内外の販路拡大に資する取り組みを支援するとともに海外からのビジネスチャンスが見込める大阪・関西万博を見据え中小企業等の海外向け情報発信を推進するものでございます資料5ページをご覧願います括弧1国内外展示会出展助成でございます新たな市場や販路開拓に意欲的に取り組む中小企業等が 国内外で開催されるるる展示会会や商談会等に参加すすための経費を支援補助対象者は製造業やソフトウェア業情報処理サービス業を営むものづくり系の中小企業やスタートアップベンチャー企業とし補助対象事業は展示会や商談会等の参加に要する経費としております補助率等は記載のとおりでございます 各国、海外 PR 支援でございます。優れたシーズを持つ、ものづくり系の中小企業やスタートアップ等が、その魅力や価値を海外企業等に向け PR するポータルサイトを開設するものでございます。六、伝統産業生産力向上支援事業でございます。一億円の補正予算を計上しております。供給体制の確立や新たな事業展開等に向けて、 伝統産業者事業者が取り組む生産力向上につながる設備の新規導入や改修等を支援する補助金を創設するものでございます。補助対象者は、本市が指定する伝統産業に従事する事業者及び組合等とし、補助対象事業は、生産力向上に資する生産設備の新設、改修等の実施に要する経費としております。補助率等は記載のとおりでございます。 7農業経営向上支援事業でございます。1億3800万円の補正予算を計上しております。資料6ページをご覧願います。農業者の収益改善や供給力強化を図り、市民生活に直結する食料の安定供給を確保するため、経営向上に意欲的に取り組む農業者に対して、生産増、コスト低減等に資する機器・設備の導入を支援する補助金を創設するものでございます。 補助対象者は認定農業者認定新規就農者等とし補助対象事業は生産増やコスト低減流通販売の改善等の農業経営改善に資する機器設備の導入に要する経費としております。補助率等は記載のとおりでございます。以上ここまで1から7の事業につきましては全て新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を 活用すするものでございます続きまして、8、臨時交付金中等事業の減額でございます。かっこ1、事業打ち明けでございます。あ修学旅行生の安心安全確保対策で2600万円。E、中小企業等物価高騰対策支援金、追加支援で1500万円。計4100万円の減額の不正予算を計上しております。 括弧に補正理由でございます。修学旅行生の安心・安全確保対策につきましては、新型コロナウイルス感染症の5類関連感染症移行に伴う事業終了により、必要経費が見込みを下回ったため、予算を減額するものでございます。また、5月補正予算において創設いたしました、中小企業等物価高騰対策支援金追加支援につきましては、 申請状況を踏まえ不要が見込まれる予算を減額するものでございます括弧3に事業概要及び実績を記載しておりますのでご参照願います令和5年9月補正案についてのご説明は以上でございますご審議のほどよろしくお願いいたしますそれでは質疑のある方は挙手願います すみません、それではここで確認のため、質疑通告者と順序を申し上げます、山本修司委員、宇佐美委員、山田委員、川島委員、井上委員、小島委員、山田委員2回目、兵頭委員、森田守委員、島本副主査田中委員、田中昭秀委員、 平田委員天方委員通告漏れの方はおられませんか、はい、では、山本衆人。はい、山本衆人。 はい、失礼いたします。で、あの京都にはもう伝統産業といわれるまあ、織物染め物、焼き物、また工芸品など長い歴史の中で培われてきた育まれてきた。そして受け継がれてきた。確かな技術があります。また、一方で世界で名だたる、えー、最先端のものづくり企業というのは？ 数多く存在するというのはまた京都の素晴らしいところだと思っておりますし、今日の京都ブランドを確立してこられたと思っております。まあ、ものづくりの町京都と言われておりますけれども、まあ、製造業と言われる分野の大半が中小企業であり、本当に厳しい社会、経済の処情性の下で、懸命に社業を続けてこられる方々がご都合多くおられることと存じておりますままあ、すそののことを踏まえましてて私の質問に入らせていただきます。 優れた技術や他ではまねのできない特殊な製法などで素晴らしい商品を開発してこられている企業がたくさんありますけれどもどうしてもやっぱり自社の努力だけでは新規顧客の開拓や販路の拡大などなかなか難しいところが中小企業の中には多くあると存じております。これまで京都市とししてて新新規顧客の開拓など中小企業が頑張ってそういういい販路を拡大するために さまざまな支援策を講じてこられたと思いますけれども、どのようなこれまで支援策を講じてこられたか、お聞かせくださいすいません、えと宮田さん、え萩原さん萩原、萩原産業イノベーション推進室長。 ありがとうございます。えー、すみません。中小企業の販路開拓支援でございます。えー、平成27年度から、まあ、京都市、京都府、京都商工会議所など、オール京都体制の展示商談会、えー、京都知恵産業フェアを開催しておりまして、えー、令和4年度は、えー、東京ビッグサイトと都メッセで合計129社に出展いただきまして、3521件の商談、87件の制約があったというように聞いております。また、あの令和3年度からは、優れた技術シーズを持ちます市内の中小企業と、まあ 技術ニーズを有する大企業との協業をまあ促進するために、積、えー、水化学工業でありますとか、アース製薬、サンスター、ダイセルなど、そうそうたる大企業と、まあ、市内中小企業との技術マッチングを図る京都オープンイノベーションカンファレンスを実施するなど、えーまあ、企業間マッチングに向けた取り組み、また販路拡大につながるような取り組みということで、実績も上がってきているところでございます。加えまして、令和5年度からは、海外市場のニーズ調査や展示会出展費、えー、海外企画等 にに対応する製品開発について補助を行うグローバルニッチトップ企業創出プロジェクトを開始いたしましてジェトロ京都また中小企業基盤整備機構とも連携しながら、えー 各社の取り組みを支援しているところでございます。このほか、えー、本市におきましても、中小企業等の優れた新商品や新サービスの販路開拓を支援するため、まあ、町内におきまして、競争入札によらずに、随意契約による調達が可能となります、京都市ベンチャー購買新商品認定制度を、平成20年度から運用しておりますが、まあ、これまで79品目の商品を認定し、販路開拓に努めているところでございます。山本修二。 はいま、ず今、お聞きしただけでも、本当にさまざまな、えー、代償、あのまたきめ細やかに取り組みをしていただいておりますけれども、今、ちょっと触れられた中で、中小企業、特に優れたところをあの認定するような制度、また仕組みについて、ちょっと詳しくお聞かせいただきたいと思います。萩原室長 はいえー、これまであの京都市におきましては、時代の京都経済を担う中小ベンチャー企業の革新的な技術、またビジネスモデルを認定し、支援する、えー、京都市ベンチャー企業目利き委員会を平,、えー、平成9年度から運営しまして、これまでに157社の事業プランを A ランク認定してきております、また、優れた事業計画により積極的に経営革新に取り組む中小企業を認定するオスカー認定制度を平成14年から運用し、こちらもこれまで から23 3社を認定しているところでございますこのほか社会的課題をビジネスで解決するソーシャルイノベーションに取り組む企業を認定します。これからの1000年を紡ぐ企業認定を平成27年度から運用いたしまして、これも34社を認定しているところでございます。またあの、京都市の産業技術研究所におきまして、京都の伝統技術と先進技術の知恵を生かした付加価値の高い新技術、新製品を開発した企業を認定いたします。知恵創出目の輝 企業認定を平成25年度から実施しておりまして、こちらも43社を認定しております、これら認定企業に対しましては、まあ、各社、コーディネーター、また研究員などが販路開拓、三角連携、企業間連携といった伴走支援を行っているところでございます山本修司議員。 はい、本当に目利き委員会などということで非常にいい企業をたくさんあの見つけていただいて企業価値を高めていただいてると思うんですけれどもやはりそのビジネスマッチングの機会を多く作ることによって、まあ、自社ではなかなか気づかないそういういそれぞれの持つ企業価値を高めていくことができると思っております京都市としてその中小企業同士のビジネスマッチングについてこれまでどのように取り組まれれておられますか萩原市長 はい、え、中小企業同士、また、あの、中小企業と大学、また、中小企業と大企業とのマッチング、こういった、あの、オープンイノベーションを推進するため、これまでから、え、アステムにおきまして、また、あの、アステムのコーディネーターが、え、それぞれ配置されております、京都大学の隣接地にあります、京大カツラベンチャープラザ、また、あの、伏見にございます、え、京都市成長産業創造センター、アクト京都などの各インキュベーションの、と連携いたしまして、ま、企業様からの、ま、そういうニーズなり、 販路拡大などのご要望をお聞きする中でますまたそれが実際に企業間連携によります共同製品開発、まあ、直接の受注につながっているところでございますまたあの令和4年度から新たな取り組みといたしまして先ほどご紹介いたしました認定企業間の連携によりさらなるオープンイノベーションを進めろということで、まあ、ビジネスマッチング交流会を実施することで、まあ、異業種異分野の中小企業間の連携によりま して新たな製品開発、またそこでの新たな受発注というところにつながっているところでございます。このほか、令和4年度から市内の宿泊事業者と伝統産業製品や、えー、京都産食材、市内さ、えー、さ木材等の市内事業者とのビジネスマッチングを展開する事業も展開しておりますので、まあ、宿泊サービスの質の向上を図ると同時に、新たな販路開拓にもつなげている、そういうところで、状況でございます山本修二。 本当にそうですね京都市内のその事業者同士でうまく、ね、連携できてさらにそれぞれがウィンウィンな関係になっていけたらいいと思っております、まあ、今回の補正予算でも、えー、ものづくり、中小企業と販路開拓支援事業ということで発生前の予算を組まれているという説明が先ほどありましたが、えー、細かく内容をお聞かせいただきたいこととまたあの国内もちろんですけれども海外に向けて、えー、どのように発信するような仕組みになっておりますでしょうか。萩原室長 はい、本事業でございますけれども国、えー、国内外展示会出展助成におきましては、6000万円の予算を計上いたしまして、国内外で開催されます企業間取引、まあ、企業連携、いわゆる B2B を、えー、目的といたしました展示会、見本市、商談会等の参加に要します出展料、展示装飾費、輸送費の、えー、一部を補助するものでございまして、他都市の事例を踏まえまして、補助率は二分の一補助上限は国内の場合20万円、海外の場合40万円といたしまして、 補助対象経費は20万円以上となる事業を対象としているところでございますで補助件数につきましては、えー、国内150件程度海外50件程度の合わせて200件程度を、えー、想定しているところでございますまたあの海外 PR におきましては2000万円の予算を計上いたしまして海外展開を希望する京都の優れた企業シーズを取りまとめたポータルサイトを開設する予定でございましてこちらでは各企業の技術や製品を英語で紹介しましてものづくりの街京都 を支える優れた技術を中小企業の魅力や価値と合わせて積極的に発信してまいると考えておりますでそう掲載いたします企業数といたしましては200から250社程度を想定しておりましてまさに今関西大阪・関西万博が時間近に迫っている中で今かなり京都におきましても海外からの視察等が今こちらの方も来ておりますのでそういった機会もこういったところのポータルサイトも活用しながら京都の中小企業の魅力また優れた技術を発信できればと考えているところでございます。 山本はい、非常にきめ細やかに、またあの具体的な会社数まで述べていただいて、えー、いい取り組みだと思っておりますけれども、まあ、中小零細企業の中にはです、ね、えーまあ、新しい販路拡大に取り組みたいという思いはあって、 でも、まあ、なかなか何からどうしていっていいかわからないという企業さんもたくさんおられると思いますがそういうまた簡単にその気軽に相談できるような窓口みたいなものはございますでしょうか萩原室長 はい、中小企業また零細企業も含めてでございますけれども本市独自に17名の経営支援を増員しまして体制を強化しております京都商工会議所のビジネスサポートデスク等で相談を受け付けておりまして商談の機会や交流の場の提供サポートというのが実施されているところでございますまたアステムにおきましても産学連携によります商品開発販路開拓を希望する地域企業からの相談に随時対応しておりますので地域企業をはじめ大学研究者とのマッチングに より新,相談企業の新規顧客による事業拡大新商品開発との成果につなげているところでございます。加えまして、技術面での支援を受けたいという企業に対しましては、京都市産業技術研究所におきまして、相談を受け付ける体制も行っておりますので、これまでからそういう相談業務を通じた販路拡大につなげているところでございます。本市といたしましても、販路拡大に向けまして、先ほどご紹介いたしました、京都市のベンチャー購買の新商品認定制度の相談も随時行っておりまして、この8月には本庁舎地下通路におき きましても認定商品の展示 PR も行ったところで、まああのふふあの客層訪れる方にもご紹介しているところでございます。山本修二委はい、ありがとうございます。地下近隣私も拝見いたしました、えー。まあ本当にその新しい分野ですね。高い志を持ってチャレンジしたいと思う企業人が多くなる一方で。 本当にこの一日一日の営業をもこなしていくことが続けていくことがもう精一杯ですというあの企業もたくさんありますし先日もですね私、地元の山科区の製造業をやっておられる経営者の方からまあ最低賃金が上がるということでまあその雇われておられる方にとってはいいことですけれども私たち経営者にとっては本当にもう毎月の従業員の給料を払っていうことがもう大変厳しいな何とかしてほしいという切実なお声を聞いてまいりました。 大変厳しい状況にある中小零細企業に対して、京都市としてもです、ね、これまで以上に温かい支援策を講じていただきたいと思っておりますけれども、最後に産業観光局としてのご見解をお聞かせください石田産業文化融合戦略館、はい。ありがとうございいますあの京都経済を支支ええる地域企業の下支えについてでございます。 えー、コロナ禍に加ええー、原材料の価格の上昇また物価高騰こういうのが続いておりまして市内の事業者の皆さんあの依然として再給付不透明な状況にあるとこのような状況かなと思っておりますあのこれまでから地域経済の担い手である中小企業などどう支えていくのかその支援につきましては経営相談体制を整えるとともに、えー、事業者の皆様経済団体の 方々からお声をお聞きし、また、司会の先生方からもご提案やご意見をいただきながら、国の臨時交付金をまた本市の一般財源、こういったものを活用させていただきながら、迅速かつ柔軟にコロナ物価高騰対策、実施してきたところでございます。令和4 46年年度でではは億億円円約今とということで本当にあの 実施をさせていたただきました国や府などの取り組みとも連携したこうした京都市の取り組みなどによりまして京都の事業者の事業継続また雇用を維持したださえこういったことにも力尽くしてきたかなという,うに思っておりますしコロナ禍からの社会活動の正常化が進展する中で京都経済全体として持ち直してきているかなといううに思っております。 一方で物価高騰を続いておりましてゼロゼロ融資の返済が本格化する中倒産件数というのも増加しているというのも事実でございます京都経済の現状を把握して国の経済対策の動向もついてもしっかり注視していく必要があるかなというふうに思っておりますこの京都経済を支える地域力の大きな特徴といいますのはやっぱり金融の面ではですね地元をはじめ金融機関あるいは保証協会などが福祉協調による制度融資など こういったもので地域に根を張ってですね、中小企業等をしっかり支援、対応いただいていること、それと経営面ではあの先ほど申しましたけれどもコロナ禍で一層強化した経相談体制、またあの経済センターにはですね、商工会議所、また地方会など経済団体が集積して連携して体制が取れているということ。またあの技術 的な面ではですね京都市産業技術研究所またあのデジタル化でありますとか産学連携などではアステムですねあと雇用面では労働局京都府京都市いろんな連携体制しっかりとっておりますまた、えー、伝統産業商店街観光農林業におきましても日夜から職員が現場に出向きまた さまざまな機会で事業者の皆様、団体の皆様の声を聞きして、世論から関係を構築しているところでございます。こうしたあの強み、さまざまな制度、チャンネルをまあ総動員しまして、えー、事業継続に取り組む事業者をしっかりと支え、えー、事業者の持続的な発展、また域内の好循環こういうのにつなげていきたいという,ふうに思っております。えー、こうした支えとともにですね、この度の 補正予算、これを有効に活用させていただきまして、喫緊の課題に対応するとともに、令和5年度の予算も含め、事業者の自立的な取り組みを後押しし、事業者がさらに成長し、収益力を高め、雇用も生んでいただいて、そして京都経済、京都の街が活性化するように、関係機関、国府、しっかり連携をして、 これからも取り組んでまいりたい,と,いうとおりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。宇佐美委員 えー、よろししくお願いしま,す、えっと、まずあの、えっとまあ、人材確保が非常に。えー 厳しいなというのは特にこう観光関係飲食関係あの多くあるというのはまあ今回の予報性予算の中でも、えー、その対応を書いていただいているところですまたまあ中小企業全般もその担い手確保なかなか厳しいよねというところでインターンシップの促進とかまあ留学生の採用について、えー まあセミナーとか交流会ということをまあ書いていただいてるわけですけれどもでまあちょっと私の方から一つまあ提案というかですねあ,のあるのがこれあの例えば留学生さんに関してまあ卒業後のねことに関してはまあこう言及されてるわけですけれどもえまあ例えばそのえまあ留学生がまあ京都に来られるまあ大学とかまあ日本語学校とか来られてるまあそういった学校さんとまあ企業と。 まあ行政とまあ連携しながらそのえ例えばねこう奨学金をえ出すとかまあそ,の代わりまあその代わりというかまあその企業でまああの実習とかですねえインターンシップ優勝のものを行っていただくとかまあそういう取り組みもあのできるんじゃないのかなとでまあこれ具体的にはまああの他のえ自治体にあるえ学校さん企業さん連携しながら、まあ えー、学生には奨学金を、えー、出しますよとで企業にはまあその、えー、学生さんがまあ実習なりで、えー、働いていただきますよとで、まあ、学校にとったらまあそういう枠組みを作ることで、まあ、あの就職先とか含めて、ねまあ、クオリティを上げていくというようなそういう、えー、取り組みをされてるケースもあるように聞いておりますけれども、まあ、そういったその留学生さんとそのを来てもらってる 学校と、まあ、企業と、えー、もう少しあの連携を、ね、していくことはできないかなというふうに思うんですけれども、まあ、その辺についてのお考え、まずいかがでしょうか山下人仕事環境整備担当部長、はい。留学生の雇用についてのご質問でございます。本市では、総合企画局におきまして、オール京都での留学生誘致、支援施策を推進するため、平成27年に設立いたしました。 留学生スタディ教とネットワークを軸に大学や関係団体等と連携し留学生誘致、受入れ環境整備、就職支援を一貫して展開しているところでございますで。このうち就職支援につきましては就職支援イベントの情報提供でありますとかインターンシップを実施、また留学生も含めて学生と 地域企業の接点づくりということで、市内での就職につなげるため、学生が地域企業の課題解決に取り組むプロジェクトを展開しているところでございます。 で今回あの産業観光局として、えー、補正予算にあの計上させていただいてます留学生の採用の、えー、企業サポートですけども、えー、現在担い手不足に困っておられます中小企業をサポートするっていう観点が大事かと考えておりまして、えー、中小企業が留学生採用に対する不安や課題を解消し、えー、積極的に留学生を採用するきっかけを提供するため、えー、中小企業の経営者や 人事担当者に対して、えー、留学生採用のメリットや手続き、 あるいは支援制度などについて説明するセミナーを開催をさせていただく。またえ、実際に留学生を採用している企業の事例紹介でありますとか、留学生との交流会を開催していく予定をしております。この取り組みを留学生スタディ協同ネットワークとも密に連携しながら取り組んでまいりたいと考えているところでございます。で、あの、またご質問の事例も含めまして、他都市の事例につきましては、えこれまでと同様引き続き研究してまいります。以上でございます。 すぐこれをやったらどうですかというところまでではないんですけれどもねただやはりその、まあ、卒業してからではなくてその留学生がまあ京都でいるとまあ就職にも有利だし企業にとってもまあその留学生がまあその、えー、働き手としてまあ活躍してい ね、頑張ってもらえるしとそこのいい関係をねあのしっかり作りながら最終的にはまあ就職なりにあの落とし込んでいけたらなとそういう意味ではその、えー、留学生がこう京都市にこう来てもらうでそれによって中小企業も,あのもうその時からねあの働き手としてもまあ頑張ってもらうそういう,うなあの非常に面白い取り組みやなという風に思いますんで、まあ、そういうその。 え留学生に対してまあ企業が奨学金を出してえその人がはた学びやすくする自分たちのところでもしっかり働いてあの学んでもらうそういう組み立てもね仕組みも是非新たにまた研究していただけたらな。 といいいいうにに思いままますすすのでよろししくお願いいたしますで次に移りますえ観光課題対策強化事業についてなんですけれども、まあ、あの先立ってからあのいろいろと硬派発表もしていただいて、まあ、中身もいろいろと見させていただいているところなんですけれどもでその中であのやはり私がちょっと一つ思うのは手ぶら観光の についてなんですねで、えー、私自身もあの市民の方に独自にアンケート調査を行って、まあ、観光の中で、えー、一番何が課題になりますかということについてはやはり、えー、公共交通機関の混雑とか、えー、いわゆる道路の混雑っていうのがやっぱり真っ先に上がってくるよねと。でその中で、えー、じゃあバスの中にねその大きなキャリーカートを持って入ること。 まあ地下鉄の中に持って入ることこれについてどう思いますかという問いをまあ私もしたんですけれどもそうするとまあ半分ぐらいの方はねあのまあそこまで気にしないよとただやはり残りの半分ぐらいの方は やっっぱりバスが特に気に気なるっていうお答えあたんですねそれについてはあの私も今回この夏の間もいろんなところにバスに乗りに行ったりとか京都駅の動き皆さんのね観光客の方の動きとかあのずっとつぶさに見てたんですけれどもやっぱりバスは当たり前ですよねあのバス通路が狭いから大きな荷物をボンと置いてしまったらあの通れないよねっていう、まあ、当たり前の 苦情だと思うんですけれども、もまあ、それを何とか解決していかなあかなというところだと思うんですね。で、あので、実際手ぶら観光の元凶。今いろいろあの取り組みしていただいてますけれども、とにかくこうバスにその大きな荷物が乗らないということがまあ。多分最大のポイントなんだろうとは思うんです。けれども、その例えば京都駅を見てても、えー 例えばバス空港からのバス降りました新幹線から降りましたで、えー、バスターミナルまでの動線の中にはっきりその手ぶら観光についてとかそのキャリーサービスについてっていうことが目に見える場所にあるかっていうとはないんですよねでバス停のとこにもないんですよねどこにも実はないんですであのでキャリーサービスやってらっしゃるところはやっぱちょっとねあのその動線から外れてるのであの それまでに相当にその心積もりしてないとそこにはいかない、来てからはもういかないだろうなと正直思いました。で、それとキャリーサービスについても、やはり1個1000円かかる。で、なってくるとね。えーまあ、今回 1,500円になるみたいなこともあの新しい今このポータルサイト立ち上げられたやつを見てるとねあ1,000円が10月から1,500円になんねやというのをこう見てますとねいよいよ本当にこうバスにそういうのを持って入る人がそれを選ぶのかなっていうのはすごく疑問がありましてタクシー乗らずにバスに乗ろう230円のバスに乗ろう。 っていう人が手荷物を預けるために1,000円1500円のお金を払って手荷物を宿に送ろうっていう風に果たしてどこまでまあ分かんないですけどねなるんかなと考えたらちょっと価格差がね非常にやっぱり大きいなと思うんです。でそうするとまああの結局ねもうこれバスに乗せること自体をそのやっぱり制限しますとはっきりとやっぱり言うていかないとあの厳しいかなって。 というのと、そのキャリーサービスのそのまあ、リーズナブルさというかね、その仕組みをもう一度考える必要があるんじゃないのかなというふうにあの思うんですけれども、まあ交通の話も関わると思うんですけれども、その辺については、今、お考え、いかがでしょうか植、はい、垣観光戦略担当部長、はいえー。手ぶら観光についてでございます。えーっと えー、いろいろございますので、ちょっと総論的にもお話しさせていただきたいなと思いますあのまずあの細かいところ、1点目といたしまして、あの議員、1000円から1500円というところだったんですけれども、おそらくあの9月にあのサービスを開始を始めた1箇所のところが1500円で始めたというところを聞いてますので、あの全体的に1000円から1500円になるということではないと思っております。で例えば あの京都駅周辺の窓口における手荷物預かりの料金おおむね800円でございましてあの市内のコインロッカーの料金が700円であるということを、えー、またさらに、多都市の主要駅の料金もおおむね800円から1000円であるということを踏まえると過大な料金設定とは言えないのではないかなと考えております。ままた、京都駅周辺ののの窓口の受け入れ実績ににつきましても、やはり繁忙期には収容,容量の上限すぐ してしまうということも聞いておりますので、あのこれらのことからも、あの現行の料金設定利用されにくいものではないのかなというふうに認識しております。で、また、あの京都駅に着いてからバスに乗るまでの動線上のというところでございます。確かに、あのサービスセンター自体があの動線上にないというのはおっしゃる通りであります。けれども、あのまあハイシーズンにおきましては、例えばこの春の観光シーズンでは？ あの京都駅構内におきましてあの交通局は地下鉄バス1日乗車券の,あの販売特設ブースを設けておるんですけれどもそこ,にそこにおきまして、えー、手ぶら観光に係る啓発チラシの配下ですとかあと京都駅周辺の窓口の案内も行っているところでございますでこの秋の観光シーズンにつきましてもあの時期等は未定でございますけれども同様の取り組みを実施しまして、えー、できるだけ窓口に誘導したいというふうに。 考えておりますでまた、常設の取り組みといたしましては、えー、地下鉄、えー、京都駅に設置予定のデジタルサイネージにおいてもモラルやマナーの、えー、掲示と合わせまして手ぶら観光の啓発、えー、そして京都駅周辺の窓口の紹介を行う予定でございます、まああのー、京都駅ビルの管理者等々との調整が必要ではありますけれども、まあ、あの引き続きあの分かりやすい誘導に努めてまいりたいと思っております。宇佐美 あの私言ってるのはコインロッカーとかラーゲージストレージじゃなくてキャリーサービスのことを言ってるんでですねあの駅からあの旅館とか、ね、ホテルまで送る料金のことを言ってましてあのコインロッカーはそこに入れたらそこ戻ってこなきゃいけませんのであのバスに乗って持って行きたい人は基本的に宿に行きたいというニーズがやっぱ高かろうということで、まあ、そう考えると、ねまあ、大体あの800数十円1000円でまた1500円みたいなところがやっぱり。あの あるので,で、それが果たしてそのもともとね例えば5000円払いますわっていう人だったらですねあのタクシーに乗って行きはる人も別にたくさんいらっしゃるんですね全員がバスに乗ってるわけじゃないただバスに乗る人が1人2人いるだけでそのバス自体はそこの到着するまでずっとあの大きい荷物があの置かれた状態なんでそういうことを申し上げてるんですね。ですんですのコインロッカーはのとかその 一時的に荷物預かり所に関して造成したりということについては私も認識してるんですけれども私が申し上げているのはあくまでそのキャリーサービスですねあの配送してくれるサービスについてやはりある程度もう少し考えていかないと結局最後は。 便利さに任せてバスにそのまま230円で乗せてしまうんじゃないんですかということなんですあの改めてあの聞きますけれどもそれをどういうふうにあの防ぐ防ぐというかあの抑制するかという観点での質問ですのでやっぱりその動線へのもう一回掲示とにかくバス乗り場にはやっぱり何か書いとかないとですねちょっとやっぱり今のままではしんどいと思うんですけど改めて。上垣部長 えー、キャリーサーサビスとといいうことで失礼たたしましま確かにキャリーサービスの方ですと、えー、現在あの、クロスタ京都というところでやっているものですと京都駅から市内の宿ですと、えー、1個あたり1000円ぐらい、えー、になりますで、他都市におきましては東京駅からの配送サービスが1800円から3000円等となっているところでありますが、えーまあ、実際その、確かにバスよりは高いというところはありますけれどもやはり、あの、 観光客ご自,身のたあのご自身からすると、えー、非常にあの自分もスムーズに移動することができますよねというところもあの現在あの、広報啓発で強くアピールしているところでもございますしできるだけ、えー、なんでしょう混雑緩和と、えー、観光客自身のスムーズな移動に資するよというところをアピールしていきたいというふうに考えておりますし。し 確かに同線上というところもありますので、できるだけ配送サービスの方に誘導したいと思っております、でまた、この秋の取り組みでございますけれども、今現在、調整中なので、ちょっと細かいことはです,けですけれども、国の実証事業を活用いたしまして、京都駅に臨時の手荷物預かり所を設置したいと考えておりまして、でそちらの方秋のシーズンにはそちらの方の誘導を強くやっていきたいというふうに考えています。宇佐美 あのまたしっかり考えていただきたいのとそれとやっぱりああいうそのバスに乗せる荷物は例えば国際的な基準基準とかまあ分かりやすい言い方で言ったら、まあ、航空機の機内の手荷物サイズぐらいまでしか乗せれませんよというふうなまあ言い方とかしてですね、まあ、それは交通の話かもしれませんけれどもやっぱりそこ世界から来る人に対して分かりやすい基準で、まあ、例えば航空機手荷物以上のものはバスは京都は乗りすませんよみたいなね。 やっぱそういった取り組みもこれはもう全身的な話なので三冠んだけの話はないと思うんですけれどもやっぱそういうのも必要なんかなっていうふうには思いますんでまた今後議論していきたいと思います。でえと同じくその中で一つあるのがあのえ食べ歩き対策ですねでこれはま,ああのまた三冠んだけの話ではないのかもしれないですけれどもその正直まあ食べ歩きをする人はやっぱり 多いですまあんでかって言ったら売ってるから食べる、えー、ゴミを捨てるというこの繰り返しになってまあ,あの環境政策局さんとかもねごみ箱を設置したりとかまああると思うんですけれどもこれそもそもこう事業者に対してどういうふうなねそのことを求めていくんかっていうのはこれは三官んとしても考えていくべきなんじゃないのかなと正直思います。やっぱりそのゴミ箱の設置ととか、ね、やっぱりそういういこともその 本市が全部それを賄っていくのかってなってくるとちょっとそれはまた違うのかなっていうふうに思うんですけれどもそういった意味でのその事業者も含めたマナーについてはどんなふうに今お考えでしょうか植垣部長食べ歩き対策でございます、えー、食べ歩き問題ごみ問題に関しましては一義的にはやはりテイクアウトを行っている事業者等がその対策にしっかりと取り組むべきものと考えておりますで、この点行政としても、えー、その。 自発的な取り組みを後押しすべく令和2年に持続可能な観光の位置づけに向けて本市が策定いたしました京都観光モラルにおきまして観光事業者の行動基準といたしまして市民生活との調和に配慮することを示しているものでございますで同モラルに沿った取り組みを推進する事業者の登録制度も運用しているところでございますでまた具体的な事例としてご紹介させていただきますと例えば錦市,市場では 購入した店舗での飲食の推奨ですとか、食べ歩きを控えることですとか、そういったところを振興組合として求める旨を商店街に掲示していると、市場に掲示しているというところでございますし、また伏見稲荷大社の露店エリアにおきましては、当該露店組合により複数のゴミ箱が設置されておりまして、その管理も徹底されているというふうに伺っております。このよよううな事事例がが他ににもも広がっててててていいいくよう事業者に対しし呼びかけを進めてまままりりたいと考えておりますで加えおす加 本市の観光客向けの啓発といたしまして、マインド・イヤ・マナーズという啓発ツールを持っておりますけれども、ここの中でもポイ捨て禁止に関する注意事項を盛り込んでいるところでございます。そのケース拡大に取り組んででいいるところでございまして、 で今年度は観光庁の補助事業も活用いたしまして、地下鉄駅でのデジタルサイネージを設置しましたほか、鉄道事業者とも連携しまして、京阪および近鉄各駅での啓発を新たにかい開始したところでございまして、広く食べ歩,歩き問題、ご問題について啓発しているというところでございます宇佐美あの引き続きよろしくお願いいたします。でえっとまたあの 同様に観光関係なんですけれども、えーまあ、いわゆるこ,うこれも交通局と関係はするんですけれどもあの,の話かもしれないんですが1日乗車券ですね、まあ、これをそのやはりもっと積極的にあの使っていただけるようにあのしていくべきだろうなと思うんですけれどもれやはりもう 来た時にはもう持ってるぐらいいの勢いでですねもう関空降りたらもうその時点でもう持ってるともうこれ使うんやぐらいのところがやっぱりあの必要なんやろうなとまあもともとね関空のああいう窓口のところでもそういう各地域の乗車券発売とかされてますよねこれはもう以前からずっとそういうこと取り組みされていると思うんですけれどもなお一層この公共交通を利用してもらうっていうことを考えるとその乗車券をもう京都に着いた時には持ってると。あの 多少まあね割引してでも、もしくはツアーの中に入っているのか分からないですけれども、そういう取り組みもあのより一層私、大事なんじゃないかなと思うんですけれども、そういった意味での,そのツアーへの働きかけとか、いうのは今、どんな状況でしょうか。上垣部長はいえ地下鉄バス1日乗車券の、えー についいてででございますでこちらについてはやはりあのバス市バスの混雑を避けて地下鉄に誘導するという意味ではあの非常に重要な取り組みだと私たちすいません我々は考えておりまして実際に観光オフィシャルサイトのトップページにバナー掲載をして積極的な活用について情報発信しているところでありますしまた海外向けにのオフィシャルサイトございますそちらの方でも情報発信をしていたりまた海外向けの SNS にも掲載するなど交通局と連携しながらその 販売促進に努めているところでございます。でまた、えー、今月に回収したあのハンズフリー京都のホームページにおきましても、えー、活用、えー、地下鉄バス1日乗車券の活用啓発に向けた情報発信取り組んでおります。宇佐美委ありがとうございます。もうとにかくあのああいうのをか最初から持ってもらってもこれで移動するんやっていう意識のまま京都に入ってもらうのがいいと思いますんであのぜひよろしくお願いいたします。で。 あとととちょっ,と、えー、ちょっとも次に移りたいと思い思ます、えー、と京都オンラインテックパビリオンというものを、まあ、今回またあの PR サイトとして、えー、作られるということなんですけれども、まあ、ちょっとこれについて具体的にどういう,うなあなイメージのものを作られるのかなというのをちょっと教えてもらいたいんですけれどもというのがあの京都間プラセックス、X、ですかねあのメタバースの文なんですけれども、えー、ちょっと私ももう たまにこう見させてもらうんですけれども、まあ、ちょっとこうにぎわいという意味ではまあどうなのかなというのをちょっとあって、まあ、あの今回のやつはまあそういったものになるのか、そうじゃなくてまた違う形で作られていくのかとか、その辺の具体的な内容を教えてもらいたいんですけどいかがでし原さん？萩原室長。 はい、えー、京都オンライン、えー、オンラインテックパビリオンでございますけれども、えー、海外展開を希望いたします企業のシーズを取りまとめたウェブサイトを構築いたしまして、市内企業と海外企業とのマッチングやオープンイノベーションにつなげていくものでございます。内容につきましては、まあ、海外の投資家や企業、大学、まあ、パビリオン、あの、実際の万博でパビリオン出展を行いますような万博関係者が、まあ、京都のものづくり企業の情報を獲得するための入り口となりますよう、まあ、各企業の製品や技術の概要を 英語で簡潔に紹介するとともに、まあ、業種や技術など関心のある企業を容易に検索できるような機能も加えることで、利便性の向上の工夫を図るということで、ギ、えー、議員がおっしゃったように、メタバースみたいなそういうことを作っているというよりは、まあ、通常の,あの、えー、ウェブサイトの構築の形で、今のところ検討しているところでございます。宇佐美 ありがとうございます。あのオンラインっていうのがあったんでどうなんかなとちょっとあの思いましたんでね。<laughs> で、あのごめんなさい。えっとリサって挙げてる宇佐美さん、あの答弁求めていいですか、ね、いらえ、いらない。はい、山口クリエイティブ産業振興室長。えー 私の方からバーチャル京都,館京都館プラックス X の方を少し補足させてもらいます令和3年度から運営しているバーチャル京都館モデル実証実験京都館プラス X これは令和5年度末までの実証実験で3次元仮想空間 3D における場面で アバターを操って観光イベント等のさまざまな情報発信を行ったりもしくはいろんなコミュニケーションの場として行っているものでございます利用者は開設以来これまで1万人は超えておりますが引き続きご指摘のなった通り利用増に向けて展示会イベントの開催等を行って利用者を増やす研究効果的な取り組みを行っていきたいというふうに考えております。 失失礼礼しまししし、えー、ままたたそれとあとこれ、万博があるということもまあ念頭において、まあ、オンラインテックパビリオンを作っていかれるということなんですけど実際、その万博の期間とか、まあ、その以降の,そのまあ連携というかですねあのどう誘導していくのかとかその辺については今のところお考えいかがでしょうか。はい、萩原室長 はい、えっ、ー、と、万博のその公式のサイトとのリンクというところにつきましては、現在、あの、えー 公式ののサイトととと調整を今を今協議ここれから始めようといういいろでございますまたあの内容につきましてもそのどこまで継続するこれ当然ながら万博を、えー、あの一応目としておりますので万博期間中も当然サイト運営は検討あの実施するという方向で予定しておりますしそれ以降につきましてもやはり海外との展開ということにつきましてはますます今必要となっているものでございますので我といたしましてはどういう形でも海外との連携に京都の中小企業特に海外連携を希望する企業さんのまド 口というものを作っていきたいそのように考えているところでございます宇佐美ありがとうございますよろしくお願いしますえっとあの最後にえっとまあ今回は補正予算で減、えー、額補正ですかねあの修学旅行生の安心安全確保対策があのありますけれどもまああの思ったほど予算は執行されなかったということなんですけれどもあの修学旅行生自体はまああのどの程度 来られているのかっていうその辺の実績は実際はあの実際というかあの来られている数自体はどう,どうなんでしょうかね吉田観光マイス推進室長。 はい、あの修学旅行生の来訪状況についてでございます。えー、新型コロナがこの間ありまして、えー、令和元年の修学旅行生、約70万人ということでございましたが、えー、令和2年は約16万人、令和3年は24万6千人ということで、まあ、非常に厳しい状況でございました。で今、お尋ねの令和4年に,あにつきましては、ごめんなさい、令和4年につきましては、あのまん延等防止重点措置との行動制限が比較的少なかったことや、あの本市の 方で修学旅行生の専用24時間相談電話、ここに書かせていただいてますけれども、をはじめまして、関係者の皆様と徹底した安心・安全対策に取り組ませていただきまして、74万3000人ということで、令和元年を、コロナ前をですね上回る方にお越しをいただいております宇佐ありがとうございます、減、まあ、あ額にはなってるけど、来られてるのは来られて、たまたまこれを使われる方が少なかったという、それだけのことだということですね。はい いません吉田室長すいませんあの使われる方が少なかったといいますかあの、5月の8日をもちまして、コロナ,感染コロナウイルス感染症の、えー、5類の方に移行してということで、あのまあ、7月末をもって、えー、この24時間相談電話は終了させていただいたと、そういった形でございますす宇佐美あ,ありがとうございま修、まあ、学旅行生の方自体はまあ順調に。 あの順調にとか、まあ、あのたくさんお越しいただいてるということをお伺いしましたんでそれは安心いたしましたであのその上でなんですけれどもまあそんだけまあたくさん来られてる中でその他にねその修学旅行の方からの,その京都市への,そのまあニーズというかねご意見とかこういうのがあったらいいなとかそういうふうなことっていうのは今何かあの最近把握されてるものとかあるかないかその辺ちょっと確認させてもらってよろしいですか 吉田室長、はいえー、京都の、えー、修学旅行に求められているニーズ等についてでございますがあの日本の歴史、文化と肌で感じることができる、えー、京都への修学旅行が貴重な学習の機会と、えー、捉えられておりまして、えー、訪問捉えられておりますでまたあの最近ではあのあごめんなさい捉えられておりまして、えー、そういった日本の歴史にゆかりのある、えー、寺院、神社、城とか京都ならではの文化 に触れられらる体験,学体,験施設体験学習などが中大から人気でございます。最近ではあのまた修学旅行におきまして SDGs やあの探究的な学びを取り入れたいという声が多くてですね、そういったあのことに現在対応しているところでございます。宇佐美。 まあ、あのそれこそあの将来の観光の,分観光の分散というかあの観光の魅力を広げていく意味でもその体験型とか含めてです、ね、京都のいろんなところの魅力をあの、えー、学生さんに知っていただいてお,いたおくということは非常にあのいいことだと思いますし、まあ、引き続きあの、まあ、代表的なところだけではなくてあの幅広く京都をいろんな角度で知ってもらえるような取り組みを、まあ、事業者さん等と含めてあの。 しっかり進めて引き続きやっていただきたいなというふうに思いますので、えー、よろしくお願いします。以上ですす進行いたしま山山田委員、はい、山田委委員員 よろししくお願いしますあの私、まず最初にあの今の、ね、現状認識についてまず伺いたいと思っています、あの予算案の概況では、えー、現在も物価高騰が続いており、その動向を注視する必要があるものの、コロナ禍から社会活動の正常化が進展する中、京都経済は全体として持ち直しており、今後、さらなる改善が期待されると。 こういうふうにされていますけれども、本当にそうなんかと、帝国データバンクは、2023年8月の企業倒産件数、これ、負債総額1000万以上の法的整理が対象になっていますけれども、えー、倒産件数は742件。 前年同月が493件でしたから、50.5%、まあ、大幅にね、えー、倒産件数が増えていると、えー、2000年以降で3番目の増加であります、また16か月連続で前年度を期比を上回っています、これ、リーマン・ショックのときが、前後が2008年6月から9年の8月の連続増加が期間、この 期間を超えているんですね、えー、目が見えない <laughs> 2023年8月31日までに発生した物価高倒産の発生状況について調査・分析の結果を発表しました燃料や原材料などの価格上昇により収益が維持できずに倒産した 物価高倒産は2023年8月までに累計503件。要因別に見ますとね、原材料、価格の高騰によるものが33.8%で最多です。電気代や燃料費などエネルギー高騰、これが30.6%で続きました。続いて人件費、これが14.9%、前年6%大きく上回っています。この増加が目立っているというのが現状であります。また十分に 十分な価格転嫁ができず経営破綻を余儀なくされたまさにあの値上げ型倒産これは27件判明しています前年同期費同期は19件でしたからこれもほんまに深刻な状況になっていますまあその上ねこの10月からあのインボイスこれがね大劇になるとあの9月4日の日に あの声優さんやアニメーターの皆さんなど、インボイス制度を考えるフリーランスの会、ストップインボイスと通称言われてますけど、この方々が10月からインボイス中止を求めるネット署名を取り組まれて、36万筆の署名と、緊急提言を財務省、国税局、公正取引委員会、各政党にお渡しになりました。ここでははイインボイスをを機に廃業業考ええると答えた事業者は アニメ、漫画といってエンタメ業界で2割から3割、建設業界では1割に上ったと、本当に深刻だと思います。えー、特にあの物流関係がね、本当に深刻で、ネット通販や、えー、の商品や大手物流会社の商品を配送する個人事業、配送、これはもう個人事業主が担ってはりまして、全国で18万社、33万台が軽貨物の個人で クロナンバー営業者を持って働いておられます。あの、経、えーまあ、売上平均でね、年間500万程度、そのほとんど99%、99.9%がこのインボイスで増税になるということであります。あの、経営貨物ユニオンが8月からネットアンケートを集めました。取引先から言われて申請した方へ、どのような方法で要請があったのかと聞いた結果、特に説明なくインボイスが必要だ。 から申請するようにと言われたと。これは五十三点三パーセント。インボイスを申請しないと。報酬や単価を引き下げますよと。こう言われた方がね。二十六点七パーセント。インボイスを申請しないと今後。取引できないと言われた方も六十七パーセント。まさに。取引先から何らかの働きかけ圧力などもあって。申請をせざるを得なかったと。九十七点五パーセントが。 の方が中止、また延期をインボイスの、ね、求めておられます。インボイスがこのまま実行された場合、あなたは今後どうしますという問いに対して、今年度中に廃業、または廃業を検討する。これは、七点六パーセント。緩和措置が終わる三年間の間に廃業、または廃業を検討する。三十三点三パーセント。合計四十点。九パーセントの方がもう廃業せざるを得ないと、こういう状況になっています。今後、さらなる改善が期待されるというところでは。 ないというふうに思うんですが、その辺の認識についてはどのようにお考えでしょうか。松下室長。ただいま山田委員の方から。京都の経済の現状について、さまざまな統計資料について。ご、あの、ご指摘いただいたところでございます。本市といたしましても、国や日本銀行による景気動向や。京都労働局による雇用失業調整。 民間の調査会社による倒産状況等の調査結果などに加えまして、独自の中小企業経営動向実態調査や、経済団体、地元金融機関との情報交換、地域企業未来力会議や日々の業務の中での事業者の皆様との直接のやり取りを等を通じまして、京都経済事業者の実態を把握しているところでございます。えー、資料にも記載させていただいておりますが、 コロナ禍から社会経済活動の正常化が進展する中、京都経済は全体として持ち直しているものというように考えてございますが、我々として楽観視していることではございません。あの局長も申し上げたとおりあの、担い手不足や燃料資材価格等の影響もあり、えー、市内事業者は依然として先行き不透明な状況とあるとは認識してございます。あのその上で、我々といたしましては、 今回、このような補正予算案を提案させていただいたものでございます。なお、あのインボイス制度につきましてでございますが、えー、消費税の軽減税率の実施にあたり、適正な課税を確保するために導入されるものと認識してございます。あの制度の円滑に向けて、国のさまざまな計画措置や支援策が設けられるというふうに聞いてございますが、本市といたしましても、京都府や関係団体とも連携し、制度の周知広報を丁寧に行ってまいりたいと。 いうように考えているところでございます。以上でございます。山田委員。まああの独自調査とかね、金融機関団体などから状況を聞いておられるというおっしゃってますけど、やっぱりね現場しっかりねあの見に行っていただいて聞きに行っていただいてね対策を取る必要があると思うんです。で私主にね今回の補正予算では担い手の確保やとか生産性の向上、大阪関西万博を見据え海外も含めた販路開拓を支援することで。 コロナからの近づい回復と成長を後押しするとともに、市民生活の下支えに資する取り組みを支援すると、こういうふうにされてるんですけど、これではね、もうあの10倍、従来やってはった支援策の範囲内にとどまっているというふうに思うんです、枠を超えてないと、コロナ禍を経てね、消費者の生活様式も変化があります、えー、需要も大きく変わっています。 そういうい中で、ね、中小業者があー新しいニーズに対応していけるような支援まさに、ねあのえー、寄り添い型というかあのまあ言ったら伴走型こういった支援が,、ね、しが必要なんですよ絶対に。でその上でもね今、まあ、あの部分的にそういった実態をつかんではるという話だけどこれしっかり調査して今中小企業がどんな状況にあって何を求めてるのかっていうのをね 掴む必要があると思うんですこの間、繰り返し団体、金融機関、えー、などなどとおっしゃってますけど、私も繰り返しね、全体しっかり調査やって、調査するしに行くことによって、やっぱりあの実態つかめるし、調査しに行くこと、直接中小企業のところに行くことによってね、あ共同京があがやっぱりがあの私らのこと見せてないなと、こういうことメッセージもにもなるわけですから、ぜひね、実態調査やっていただいて。 どういう支援が必要なのかというのを検討していただきたいと、このことを強く求めたいと思いますが、いかがですか松下室長、えー、ただいま、山田議員の方議員の方からありましたとおり、我々あのポストコロナ、ウィズコロナということで、消費者、市民の方々の、えー、行動様式等々は変更するもの、変わっていくものというように、我々として考えてございます。したがいましてコロナ禍からこのの社会経済活動の正常化が進展する中で そういうようなポストコロナ、ウィズコロナに対応でき、されようと、そういうような積極的な、えー、販路拡大、生産力の向上、消費喚起こういうようなことを支援しようとするものでございます。あのその点についてはあの、ご理解賜りたいというように考えているとご,ご,ございます。あの、しっかり調査というようなことでございますが、えー、私どもあの、先ほど来申し上げておりますとおり、日々の業務の中での事業者の皆様との直接のやり取り、 あの通じて把握させていただいているところでございます、以上でございます山田委員先ほどもあの質疑の中でねあの、販路開拓、インターシップ、えー、などの支援、まあ、かなりその,そのことについてはね、しっかりやっていただきたいと、ただね、あの支援されるのは特定の企業なんですよ、先ほども答弁ありましたけど、百数十社とか、まあ、数百社あです、圧倒的多数の、ね、事業者がやっぱり支援からあの置き去りなんていうの違うかなというふうに。 私は思っています。で、この中小企業担い手、えー、確保、定着支援事業、えー、これではね、インターンシップの促進、インターンシップを実施している企業に限られていると、あの残念ながらね、雇用の7割を担っているのは中小零細事業者です、えー。中小企業担い手確保、は本当に苦労されています、後継者問題、大問題です。あのこれ、大企業とのね、賃金格差、これがね、ここを是正しないとなかなかね、 えー、困難だと思うんですあの、厚生労働省が令和2年賃金構造、えー、基本統計調査、えー、この結果、えー、概算した数値ではね、従業員1000人以上の大企業の賃金は562万4000円、100人から999人以下の企業では447万5300円、10人から100人以下の企業では410万、えー、9700円、まあ、さらにこの 10人以下、1桁のところになるとね、えー、もっとあのひどひど厳しい状況になっていると思うんです。で、1000 100, 人以上の企業と99人以下の企業では、全体平均150万以上の、えー、格差があ,あ,あります。えー、また女性も男性の方が、えーまあ、女性の賃金の格差の方が大きくて、従業員1000人以上の企業の場合は、99人以下の企業の 平均年収に200万近くの差があるというふうに言われています、まあ、中小企業でね、えー、担いで確保するためにもね、えー、ミスマッチの防止だけではなくて、中小企業で、えー、働けるような環境を作る支援、賃上げのための支援、直接支援も必要ですし、あのー、社会保険料の、えー、補助をするなど、こうした具体的な、ね、中小企業での、えー、人材確保。 これがいるんではないかというふうに思うんですが、その点についてはいかがでしょうか松下室長、えー。我々といたしましては、京都にございます地域企業、この魅力を広く知っていただく、そういうようなことで、えー、担い手の確保の実助となるものというように考えさせていただきまして、今回、中小企業担い手確保定着支援事業、えー、ここにおいてインターンシップ促進支援、あるいはですね、あの京都で働くことを、 学,ぶこと学べることをあの飲食泊、飲食業界の目指される方々に広くアピールしていくと、こういうような京都の地域企業の魅力をえしっかりと発信していくことが担い手の確保、中小企業等の方々のえ担い手の確保のいずれとなるものというように考えさせていただきまして、今回の補正予算案を提案させていただいたところでございます。以上ででございいます山田委員いやあのインターシップであるとかそういったの 京都の企業の魅力を発信してね、担い手確保するというのは大事なんですよ、それを大いにやっていただきたいと、ただそれだけでは足らんでしょうと、要は先ほどもあの山本委員の質疑の中で、数百社が対象だというふうに判断されました、ただ、漏れてますよと、まったら本当にあの家内工業的にやっておられるところ、えー、厳しい低単価の中で物価高騰、えー、人を雇うにも雇えない、賃金を上げたいけど上げれないと。 こういう企業に支援していただきたいと、その点についてはどのようにお考えかと、ここをお聞きしてるんですが、いかがでしょうか松下室長。これまでから申し上げておりますとおり、幅広い事業者の方々を対象とした直接給付については、巨額の財政支出を伴うため、自治体の財政力に左右されることのないよう、基本的には具委において阻止されるべきものというように考えてございますが、 引き続き国の動向や物価高騰の状況等を見定めながら検討してまいりたい、このように考えているところでございます山田委員。巨額な資金がいるって言ったってね、京都の経済、下支えされてる中小企業に巨額の資金を当てて支援するというのは京都市の仕事だというふうに思うんです。まあ、あの資金のののの使いいい方自身も、ね、精査しししててただいてしっかりとね、まあ、本当に京都の経済京都都経済市民の暮らし これをしっかり下支えするのが、特に観光消費もそうですけれどもね、やっぱり京都の経済を支えているのは、やっぱりものづくり産業ですよ、製造業、ここへの支援がどうしても必要だというふうに思います、で物価高騰、倒産の原因別に、要因別に見るとね、原材料、価格の高騰によるものが33.8%で最多でありました。 電気代、燃料費などエネルギー30.6%が続いています。原,料原材料価格の高騰,高騰、高騰、販売価格に転嫁できずに倒産に至っているケースが身につきます。材料高騰分を価格に転嫁できるような 公正な取引ルールーこれを国に求めるとともにね、固定費の補助が必要だというふうに思っています、あの先日ある食料品店のご主人がね、相談に来られました、コロナで売り上げが5分の1に減減したにもかかわらず、まあ、融資もすでに相当ゼロで融資も借りておられて、これ以上も借りることできへんと、電気代がね、4月、電気代が月4万円から6万円、もう1.5倍に。 えー、急激に値上がりして、もう滞納してるとおっしゃってました、えー、本当に困り果てたご様子でした、あの飲食店でもお伺いしましたけど、もうびっくりしますよねあの、スーパー見に行ったら、野菜の値上がりがなんでっていうぐらい上がってるでしょ、特にあの、ま、本当にね、あのものによっては2倍、3倍どころじゃないと、ものがないというのもありますわ、だから飲食店の,あのご主人も、本当に嘆いておられました。 だからさっき、あのえー、カラグも松田市長おっしゃいましたけど、あの全事業者対象にした、ねえーあのえー、物価高騰、えー、対策支援金、これ、再度、ね、やる必要が今、あると思うんですよ、その点についてはいかかがですか松下市長、えーあの。物価の状況につきましては、国が発表する国内企業物価指数、あるいは消費者物価指数、石油製品価格調査等により。 把握しているところでございますし、我々わ当然、あの一市民、一。ええー、あの雇用者として働いてございます。日々の生活。あの送っておりますので、あの商品購入の時には。物価の向上等を肌で考え、感じているところもございます。あの国においてですね。燃料油、化学激減緩和補助金の期間が本年12月まで。末まで延長されるとともに、引き続く物価高騰。 への対応が検討されるといいいううように聞いてございます、まあ、こういうような効果があり、えー、石油化製品価格調査によりますと、9月19日時点でレギュラーガソリンが1リットル当たり182円ジャスト、えー、前週の184.8円と比べると2.8円の値下がり、2週連続の値下がりとなっているように聞いてございます。あの引き続き続物価高騰の状況を含め あのしっかりと注視してまいりたい、このように考えているところでございます、以上でございます山田委員あの消費者物価指数にしてもね、企業物価指数にしても、あの現場の、ねえー、現状あの、適正に反,反映しているとは思えないんですよ、まあ物価あ、消費者物価指数なんかは、価格の変動幅の大きい食料品なんかを除いているわけでしょ、高騰魚製品なんかでも、あの型が変わればあ、その対象でなくなる。 ですから実際にはあの現場で起きている物価上昇というのはあの消費者物価指数であるとか企業物価指数を大きく上回っているんですよ。そこは、ね、あのしっかりと認識していただきたいしあのしっかりと、ね、調査していただきたいんですよ政府の統計指数、代理じゃなくてそうでないとあの本当に今どうなっているのかどういうことで困っておられるのかここに、ね、あの手が届かないということに。 ならざるを得ないというふうに私は思いますので、これはちょっとあの私の思いとしてお伝えしておきたいと思います。それでね、ものづくり中小企業販路開拓支援事業、これはの国内外の販路拡大に貢献しする取り組みを支援するとして、大阪・関西万博を見据え、これもちょっとね雲行き怪しいですよね、中小企業等の海外向け情報発信、 国内外展示会、出展女性、ものづくり系製造、ソフトウェア業、情報処理サービスの中小企業、スタートアップ、ベンチャー企業とされています。これも本当に、ね、限定されてるんですよね、支援される対象が。ものづくりの中小企業というのは大半が、あの言うたら下請けで仕事してあります確かに、ね、先ほども百何十通社という人を。 えー、新たな販路開拓したとこういうふうにおっしゃってますけど、残念ながらね、そういった支援が届いてないんですよね、えー、下請けでやっておられる方、またあの商社から注文されて、えー、品物を作って、まあ、あの注文においてやっておられる方が、まあ、京都の場合、ものづくり、かなりの方がいらっしゃると思うんで、ここへの、ねえー、支援が必要です。確かに販販路路開開拓拓で、えー、一定の中小企業が、ねえーえー、販路開拓して 事業拡大するということになれば、そこの関連の企業なんかにも仕事を回るということで、それはそれとしてね、大事な取り組みだと私は思いますけど、一方で、そこから外れるところもあのたくさんあるんだということをね、えー、ちょっとあの認識していただきたいと、えー、特にもの物づくりの支援ということであれば、もうこんだけも,ものが上がってますから、あの固定費の補助、特には電気代、 なんかの行動が本当に深刻ですから、こうした、ね、直接支援、これもね、制度関係でも考えていただく必要があるのかな、まあ、制度関係のみならず、えー、考えていただく必要があると思うので、ぜひね、その点についてもご検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか松下室長、えー。私どもといたしまして、中小企業の支さえ、これが重要なことは徐々に認識しているところでございます。 あの私どもとして、中小企業の,しあの下支え、そういうような支援をですね。今回の補正予算だけであの対応しようということではなくて、令和5年度当初予算でお見て、止めいただいた予算の中でですね。相談体制の強化等々に取り組んでいるところでございます。京都の,の企業の大多数を占める中小企業等の皆様の頑張りがあってこそ、京都のさらなる成長があの実現できると。 いいうようよに考えてございますのであのそういうような点も含めて当初予算を、えー、使わせていただきます私どもの市の施策に合わせまして国府そういうような施策あ,のあるいは金融機関の柔軟な対応そういうのをすべての枠組みの中でしっかりと、えー、支援してまいりたい。 このように考えておりますなお、あの先ほど消費者物価指数についてご指摘がございましたけれども、まあ、確かにあの生鮮食品を除く総合指数が、まあ、あのよく新聞報道とされます。これについては、8月時点で、えー、本日発表された8月時点で、105.7、前年同月比で3.1%の増強と上昇というように聞いてございます。ただあの総合指数、えー、これは生成食 品を除いていない総合指数につきましても、105.9、前年同月比3.2%の上昇というようなことでございまして、われわれとしても新聞報道と合わしまして、しっかりと国の統計等を把握することによって、あの現場の実態把握、これに努めているところでございます、以上でございます山田委員。物価高騰の、ね、実感は3%どころじゃないって言ってるんですよ。現にに電気代倍にふ、うん、に膨れ上がったと 野菜なんか2倍、3倍、4倍ないものもあると、こんなふうな状況になっているということを、しっかり見ていただきたいし、えー、もう京都市、あのえー、まあ言ったら財政好転したということで、あの一般会計からも繰り入れして、えー、去年、あの物価高騰、今年し、こも含め、えー、物価高騰対策支援金やっておられました、本当喜ばれてるんですよ。だから、ね、今回再度、ね、追加で 今本当深刻な状況になっているということですから、再度ね、検討していただきたいと、一般会計からの繰り入れも含めて、えー、国の交付金だけじゃなくてね、京都市としてあの京都の市民の暮らしや京都の経済を支えている零細中小企業、京都の企業、誰一人取り残さないということを、えー、再三おっしゃってるんですからで、残念ながらね、廃業せざるを得ないという事業者が、あこの物価高騰や イインボイスさらにゼロゼロ融資の返済開始など、本当、深刻な状況になって、まあ、あの回復基調にあるということでは決してないと思いますんでね、ぜひその点、あの強く求め、えー、1回目、またあの続きはあの2回目でやらせていただきますので、ここまでとさせていただきます、ありがとうございました。進行いたします川島委員 川島委員、はい、よろしくお願いいたします。え、私の方からまずはじめに京都観光の回復に伴う観光課題対策強化事業についてお伺いをさせていただきます。え、今回観光客が増観光客の増加を見込まれる中において、ま市民生活と調和した持続可能な観光え推進するために。 京都観光モラルを守ってもらうこと、またあのマナー啓発、手ぶら観光の推進といった対策で2000万を計上されております。でデジタル広告を活用した啓発活動としまして、YouTube、Facebook、Instagram、Web 等を活用して、京都観光に関心のある方へ、旅前啓発と京都観光中の観光客等を対象とした、 旅中の啓発を行うということですけれども、まずこのデジタル広告につきまして、何カ国語の啓発を行われるか、教えていただけますでしょうか上垣担当部長、はい。デジタル広告の言語につきましては、日本語、英語、中国語の3言語を予定しております。 日本語と英語と中国語ということでそういった日本人の方にもしっかりと啓発を行われるそしてまた英語圏中国語圏の方へ向かっての啓発というふうに受け取りましたこのデジタル広告を打たれる期間ですけれども期間についてはどのようにお考えですか上垣部長はい期間につきましては 秋から始めましての最長5ヶ月を見込んでおります川島委員秋から5ヶ月ということですのでちょうど秋のあの観光シーズンに向けて スタートをされるという,ふうに理解をしましまたそういうこともあり日本語でもしっかりと啓発をされているというふうにされていくということで理解をしましたのでこの目的として市民生活と調和した持続可能な観光ということでございますので観光の方がたくさん見えられる中で市民生活が脅かされるようなことがないようにですね市民の方々 調和したた観光のの推進のためにしっかりとと使っていいいたただきたいと思いますでそれにつきましては、えー、観光客の、えー、市民の方が、えー、しっかりと満足をされるということも第一ですけれども観光客の方もですね、まあ、来られてあの混雑をする中で、えー、満足度が下がるといったことがないようにまた、えー、こういった観光モラル またマナー啓発ということにつきましても、観光客の方にとっても、納得のいくような形で、啓発をしっかり進めていただきたいと思います、その点、いかがでしょうか上垣部長、はい、ありがとうございます。 観光客の方々もあの満足できるということはまさにあの市民、観光客、観光事業者3方の方々が満足できるという京都観光モラルに,する考え方、えー、に基づく考え方でございますので、えー、我々も非常に重要だというふうに認識しております。えーえー、マインド・ヤア・マナーズという、えー、マナー啓発のもありますけれどもそちらの方はあの確かにこれをやってはいけませんというようなことになっておりますけれども他方で、えー、現在、あのー、観光モラルの 啓発ツールというところもございますで、そちらの中では、こうしたら市民の方々にも満足いただけるような観光にもなりますし、観光客自身もスマートに観光できますよというようなツールも作ってございますので、そういったものを併用しながら、啓発、周知、やっていきたいと考えております。川島委員 はい、あのこの観光の根絶につきましては先日、委員会の方でも議論させていただきましたけれどもこういった観光マナーの啓発をしているということが市民の方にもしっかり伝わって京都市としてこういう取り組みをしているということが分かるような形であの啓発してい,ていただきますようお願いをしておきたいと思います。 続きまして、中小企業の担い手確保、定着支援事業のさらなる推進について、お伺いをさせていただきます。今回、インターシップ促進支援をさらに進めていかれるということですけれども、これにつきまして、これまでの取り組みと成果について、ご説明いただけますでしょうか。山下部長 はい。インターンシップのこれまでの取り組みについてでございます。インターンシップは企業の魅力を学生に発信する、あるいは入社後のミスマッチを防ぐための大切な機会であります。学生が志望企業を決定するための重要な要素と一つ、一つとなっておりますことから、実施する企業が近年増えている状況でございます。しかしながら、中小企業においては採用活動に係る体制やノウハウが不十分な状況などにより、インターンシップの導入が進んでいない、 状況がございますで。そこで、令和5年度からですけども、市内中小企業の採用力の向上を支援するため、企業の魅力発信に関するノウハウを提供するとともに、インターンシップの活用を促進する、インターンシップ促進プロジェクトを実施しているところでございます。具体的には、えー、地域企業訪問プログラム、 というのを実施しておりまして、今年度すでに2回実施しておりますが、学生が短期間で複数の地域企業を訪問するプログラム、これの実施を通じまして、学生に京都の企業の魅力を伝え、あるいは京都の企業に興味を持ってもらい、将来の就職につなげていきたい。あるいは、企業向けのセミナーということで、インターンシップの設計とか、あるいは、 学生へと効果的な情報発信について、地域企業向けセミナーを開催し、採用力向上を図っていく取り組み。それから、こういった取り組みを、ウェブサイト、今日の町企業訪問や若者の就職支援センターのホームページを活用して、本事業の取り組み状況、各企業のモデル的な取り組み、 インターンシップの活用方法などを広く発信しているところでございますまあこのような取り組みを通じて学生に京都の企業の魅力を伝え就職活動に役立てていただくとともにインターンシップに取り組むあるいはこれから取り組もうとされる地域企業を増やすことを目指しているところでございます川島委員ありがとうございます、えー、今までご説明いただいたような取り組みをされてきてまあ今回あのさらに 企業の方々がこのインターンシップに実施するに要する経費として上限20万円、あの5分の4を補助されるということで理解をいたしました。まあの、このことをあの。を、あのしっかり利用されて、中小企業の方々がまこのインターンシップの を促進を支援されるということですので中小企業の方々がしっかりと利用されることを願っておりますで同じくこの中小企業の担い手確保支援の中で留学生の採用に向けたセミナーの交流ということを今回されるということですけれどもこれにつきましてこの今回留学生へ向けての こういった取り組みをされる目的について教えていただけますか。山下部長。はい。えー、現在中小企業におきましては担い手不足が深刻な状況にございます。インターンシップの促進でありますとか、あるいは今あの議員からのあのあました留学生の採用、あるいは、えー、もう一つ提案させていただいております中小中中途採用。 の取り組みこういったところへのの支援を総合的に行ってていくものと考えておりますでとりわけ留学生につきましてはなかなか中小企業の方で採用のノウハウがないとかあるいは採用後のどういったサポートをしたらいいのかというところの不安感というのもございますそういったところをしっかりとフォローできるようなセミナーを開催したいというところでございます。川島委員 留学生の方にも、まあ、中小企業にあの勤めていただけるようにこういったことを広げていかれるということですけれどもやはりあの私 定着ということが非常に課題かなというふうに思っておりますので、まあ、今回は就職に向けての支援でございますけれども、しっかりこれが定着につながるような支援、しっかり引き続きお願いしたいと思います。で同じくこの担い手不足ということで、今回は観光事業者の担い手確保の支援事業も補正として行われます。 実際に私も飲食店の方から人手不足で困っているお話も聞いておりますしお店を開けようと思ってもです、ね、席が空いてても予約を人手不足のために取れずにお店を埋めることができないというような実情もお聞きしているところでございます。 中でありますので、この宿泊業、飲食店への担い手確保ということもしっかり進めていただきたいというふうに思っております、この宿泊・飲食事業者への求人サイトの掲載支援というところでちょっとお聞きしたいんですけれども、掲載費が5分の4補助で、補助上限が5万円というふうになっています。 この補助上限で,です、ね、求人サイトへの掲載というのがあのどれぐらいの期間あのできるのかまたあの、どういう,うな掲載ができるのかということを教えていただけますでしょうか上垣部長、はいえー、補助上限5万円の根拠でございますでこちら、えー、いろいろと調査しましたところ多くの求人を掲載している大手企業の、えー、求人サイトの標準プランでこちらが2週間。 となっておりましてでこちらの掲載費用がおおむね5万円であることを、えー、参考にいたしました、でどの事業者も一定負担すると、えー、想定されるこの5万円というところを上限額として設定しているところでございます川島委員、わかりました、まあ、大体2週間ぐらいの掲載の分をあの補助というふうにあのされているということで分かりました。 でまたあの求人サイトへの掲載ということなんですけれども、これあの、アルバイトも含まれるという理解でよろしかったでしょうか上垣部長金、はい、議員ご指摘のとおりでございます、あのこの秋には、えー、本当にあの緊急的に人手が、えー、必要になるというところでございますので、まあ、メインとしてはあの非正規のアルバイトの方々が、えー、ターゲットになってくるのかなと思っております。川島委員 メインとしてはアルバイトを想定されているということであの今大学生の方等々がアルバイトになかなか疲れていないというようなお話も聞いております働きたい方がしっかりとここにこの求人サイトを見られてです、ね、働かれるように 求人サイトの掲載が活用されることを願っておりますまた宿泊・飲食業界への定着に向けた担い手育成支援ということではこちらの方ではアルバイトというよりかは従業員を想定されているのかなというふうに思いますけれどもこの中で京都を職場にすることの魅力を再認識することや スキルアップ等につながる研修等を行うということがメニューに入っておりますこの研修ということはどういった研修を想定されていますか上垣部長はい、研修の内容についてでございます今回は飲宿泊飲食両業界ということもございますので京都らしい職を学ぶ講座ですとか また接客のヒントを学ぶ集客のヒントを学ぶ講座ですとかまた、えー、いろいろな外国人の方もいらっしゃいますのであの宗教ですとか文化ですとかそういった多様性を学べるような講座を想定してございます川島委員、えっと、今のような内容で講座を想定されているということでしたけれども京都市の方でそういった何か研修会みたいなものを開かれるというイメージでよろしかったですか 上垣部長、はい、こちら実施主体につきましては、えー、観光協会の方に委託する予定で進めておりますけれども事業内容につきましては今後事業者の方々と話し合いながら具体的な内容を詰めていきたいと思いますしまたあの対面研修ではなくあの動画研修でやりたいと思っております。そのの心といいたしまししまててはやはやり多くの方がいつででも受講できるようにに動画にして で業界の方々からも、えー、今、相談している限りにおきましては、えー、従業員のそれぞれのタイミングで視聴できますのであの研修の機会が増えるということで、えー、ポジティブな声を聞いているところでございます。川島委員承知いたたししました、まあ、今あの様々な業種であの人手不足 となっている中でですね今回の補正で中小企業と宿泊業また飲食業界へこの人手不足解消のために補正予算を打たれたということでございますまコロナから経済が回復していく中でですね あのこの人手不足というのもことはまああの大きな課題でもございますので今回の補正予算を通してですねえ人材が確保されることそしてまた働きたい方がまあしっかりとあのえそういった職業にあの結びつくようなあの授業にしていただきたいということをお願いしまして私の質問とさせていただきます終わります進行いたします井上委員 井上委員。はい、どうぞよろしくお願いいたします。え、まずはえ商店街と消費活性化支援事業についてお伺いしたいと思います。まあ、今回のあの産業観光局のこの補正予算はですね。まあ、現在もあの物価高騰は引き続いており、おる中でまあ、その動向をまあ注視する必要があるもののですね。 新型コロナウイルス感染症のこの五類の移行に伴いまして社会経済活動のこの正常化がまあ進展する中でコロナ禍からのまあこの力強い回復と成長は投資するとともにですね市民生活の下支えに資するまあ取り組みを支援するとまあそういった内容になっているという,ふうに思います特に市民生活の下支えというまあそういう観点では市民生活にまあ欠かせない商店街等の地域に根ざした 商業の活性化が不可欠であるというふうに考えておりまして、今回ご提案をいただいた商店街と商品活性化支援事業に期待をしているところでもあります。まずはこの商店街や小売サービス事業者の現状についての認識と、本事業の目的や趣旨について、お伺いいいしたいと思います野口地域企業イノベーション推進室長。 はい、ありがとうございます。新型コロナの5類移に伴いまして、社会経済活動の正常化の進展があり、経済の色なかな回復傾向が報道されることもございますが、市民生活におきましては、原油価格、物価高騰の影響により、日用品や食料品、ガソリン代等が価格上昇しておりまして、経済的負担が増え、苦しい状況が続いております。この状況は、 商店街をはじめとします、小売サービス事業者にも大きな影響を与えております。外国人観光客の増加などによりまして、消費の回復一定見られますものの、日本人の購買意欲の低下等によりまして、経営状況は引き続き厳しい状況にあると認識しております。商店街の関係者からは、物価高騰で購買意欲が低く感じられる 商店街の経済、人流が回復してきているように見えるが、物価高騰に追いかけられ、価格転嫁もままならず、利益は出ていないといった声を伺っております。このような状況を踏まえまして、本事業では、事業者と生活者の両面支援を目的に、商店街や団体等が一体となって実施するプレミアム付き商品券の発行ですとか、歳末大売出しなど、事業者の売上が 向上と同時に生活支援につながる事業に対して補助を行うものでございます、以上です井上委員昨年度もです、ね、6月補正によりまして、商店街等消費者還元支援,支援事業補助金を実施をし、コロナ禍や原油価格、そして物価高騰等の影響を受けている事業者や生活者への支援を行っているわけでございますけれども。 まあこれ昨年度のまあ事業とのこの違いというのはあるのかどうかまずここを確認したいと思います。野口室長。はい。えー、大きくは二点変更することを検討しております。一点目としましては、えー、補助率を十分の九から五分のように変更したいと考えております。えー、補助率十分の九というのはですねコロナ禍という異例の状況における補助率であったと認識しておりまして社会経済活動が え、正常化が進展する中で、え、補助率を引き下げざるを得ないというふうに考えております。え、しかし、え、物価高騰が引き続く状況、今回のこの事業、事業者と生活者の両方支援する事業ということを考慮いたしまして、え、5分の4までの引き下げにとどめることといたしました。 2点目は、今回受付開始が年度後半になるということを考慮いたしまして、今年の4月1日以降の事業を対象といたしまして、本事業の受付開始前にすでに、 実施済みの事業であっても、要件に合えば、補助対象とすることとした点でございます。なお、ちょっと細かい点でございますが、事業の対象期間の周期、事業実施の最終日ですね、昨年度は1月31日としておりましたが、今回は2月10日としております。その心はですね、商品券の有効期限を1月末とされているものも補助対象とすることを、 想定いたしまして、商品券から現金への換金事務に10日は必要と見込みまして、周期を10日延長するものでございます、以上です井上委員今回ですね、えーまあ、補助率の変更はあるものの、えー、地域商業の、まあ、現状等を踏まえて、まあ、5分の4という、まあ、高い補助率を維持をすると,とともにですね、えー 補助対象事業期間もできるだけ長く設定するという、そういった点は評価したいというふうに思います。今回、予算額は1億6000万円ということですけれども、これも昨年度の実績を踏まえたものであるのかどうか、まだですね、昨年度の事業を実施して、どのような効果があったと認識をされておられるのでしょうか。野口室長。 昨年度につきましては、88団体から130件を超える事業の申請がございまして、約1億5100万円の決算額となる見込みでございます。 今回の補正予算の算出に当たりましては、昨年度の事業の実施した際の状況と比較いたしまして、年度後半の受付開始であることとか、補助率を引き下げたというマイナス要素がある一方でですね、5類以降によるイベント等の再開の機運、受付開始前の事業も申請可能とするというプラス要素もあるということを考慮しまして、結果的には昨年度と 同程度の申請があるというふうに見込みました。そして昨年度の申請実績をベースに各商店街がそれぞれ同程度の費用をかけて事業を行うと想定しつつ昨年度以上の申請がある場合も対応できる予算額として1億6000万円を提案させていただきました。昨年度の事業効果につきましては事業を活用された商店街や団体からもう一度実施してほしい。 店舗の活力がなくなっていたが、今回のプレミアム商品券の販売により、通常より単価の高い商品が売れた。日頃、あまり行かない店舗に行く人も増え、組合店舗の販売促進につながった。新規顧客の獲得につながった。また、全会員が参加する初の組合事業を実施でき、新会員を2件増やせたなど、組織力の強化につながったという声もいただいております。 商店街団体として、参加店へヒアリング調査も実施していただき、事業効果についても報告いただいております。前年との売上比較では5%から20%の売上増という回答が多く、全体平均では約11%増という結果でございました。 以上のことから事業者の売上向上と同時に生活支援もつながる有意義な消費喚起策であったと認識しておりまして今回の補正予算でも同種子の事業を提案させていただいているところです以上です井上委員はい、まあ。昨年度の商店街と消費者還元支援事業では、まあ、実際に商店街の売上増につながっておりますし、まあ、商店街が 発行すするプレミアム付き商品券はは大変ありりがたたかったといいうおお声は私の方にも届いておりますぜひ、今回のこの補正予算においても、より多くの商店街や団体等から申請がなされまして、より多くの事業者支援と、そして生活者支援につながることを期待していますけれども、そのためには、やっぱりこの申請が見込まれる団体への周知というところが大変大事だというふうに思っておりますけれども、これ、どのように周知をされていくんでしょうか。 野口室長、はいえー、ホームページや SNS、メディアマガを活用しまして、広く周知いたしますとともに、えー、対象となる商店街や 中小商業団体等に対しては、本市の各担当部署からメールや郵送等で直接お声掛けして、積極的に掘り起こしを図ってまいりたいと考えております。また、より多くの事業者生活支援につながる幅広い支援策となるように、昨年度と同様ですね、今回も商業者グループを補助対象に加えておりますので、産業支援機関等にも周知を依頼してまいります。 また申請書類につきましても可能な限り商店街の皆さんの負担が小さくなるよう検討するとともに受付開始後の申請相談にも丁寧に対応していくことで速やかな申請につなげていくよう取り組んでまいります以上です井上委員最後にこの事業を活用することをきっかけとしてま商店街等が活性化をしてですね 持続的に維持、発展していくことにつながっていくことが大切だというふうに思います、そのためには、ですねより一層個々の,この商店街の状況を確認しながら、あの相談の対応をすることが求められるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか野口室長。商店街の状況の等につきましては、日頃から職員による直接訪問や電話等によりまして、ヒアリングを通じて把握に努めておるところでございます。 昨年度の事業におきましても、本市担当者が商店街に電話等で申請の意向確認を行うほか、事業内容についても相談に乗りながら申請書の作成を支援しております。本事業におきましても、昨年度と同様に効果的かつ円滑な事業の実施に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 また、井上銀ご指摘のとおり、商店街等によります本事業の活用きっかけに、例えば、事業実施のノウハウの蓄積や、新規加入店舗を増やすなどの組織の活性化、新たな取り組み実施によります魅力向上といった、一過性ではない今後につながる成果を上げていくことが重要だというふうに考えておりますので、引き続き個々の商店街のニーズを的確に把握しながら、寄り添った支援を努めてまいりたいと思います。以上です。 ぜひとも地域の活性化となるようにです、ね、しっかりと連携をしていただいて取り組んでいただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。続きまして京都観光の,この回復に伴う観光課題対策強化事業についてお伺いしたいと思います。 私の地元佐賀嵐山地域にもです、ね、本当に連日、あの多くの観光外国人観光客が、まあ、来訪されておりまして、まあ、地域に賑わいが戻ることは大変喜ばしいことである一方で、私自身も地域の方から、まあ、観光客の,このマナーに関する懸念のお声を、まあ、伺うことが本当に多くなってきました。今後 あの秋の観光シーズンに向けてマナー啓発の取り組みも一層重要になるものというふうに考えていますけれどもまず最初に観光客を対象としたこのマナー啓発に関してこれまでの,あの市の取り組みの内容をまずお伺いしたいと思います。上垣部長 はい、マナー啓発についてでございます。えー、本紙におきましては、えー、ル,ル、えールご紹介させていただきました京都観光モラルこちらの方を令和2年に策定いたしまして、えー、観光客の行動基準といたしましては市民生活との調和に配慮し地域のルールを尊重した行動というものを示してございます。でこれを基礎といたしまして現在のマナー啓発の取り組みを展開しているところでございます。 でマナー啓発につきましては国内外を問わずすべての観光客に対して行う必要があると考えておりますがとりわけ外国人観光客につきましては文化の違いが原因となるケースもございますために重点的に取り組んでいるところでございます具体的にはコロナ禍中に作成した啓発媒体でありますマインド・ユア・マナーズこちらを活用いたしまして外国人をはじめとする観光客の方々が旅前から旅中までさまざまな場面で京都のマナーを目にし理解できるように多言語対応の公式 サイトですとか SNS、また京都駅や関西空港などのターミナル駅、また市内におけるデジタルサイネージ等の媒体を通じた発信を行っているというところでございます井上委員、はい。では、今回の,この補正予算事業も含めて、まあ、秋の観光シーズンに向けた取り組みの内容についてですけれどもこっちで、これについては具体的にどういった内容でしょうか。上垣部長 はい、ありがとうございます多くの観光客の来訪が見込まれる本年秋ですけれどもこちらに向けましてマナー啓発をはじめとした観光課題対策集中的に行っているところでございます具体的には旅前啓発といたしまして JNTO ・計6事務所を通じた現地旅行会社への啓発ですとか、ま、た国内ツアーオペレーターへの要請を行っておりますほか旅中啓発といたしまして啓発媒体の露出機会の拡大に取り組んでまいりました 今回の補正予算事業におきましてはこれらの取り組みをさらに強化いたしましてその効果を一層浸透させようとするものでございますデジタル広告ですとか市バス、地下鉄の社内広告等を通じまして京都観光を企画されるタイミングですとかまさに京都観光されているタイミングにおきましてモラルやマナー等にかかる啓発内容を自然に意識していただく機会を増やしまして行動変容につなげるということを目的としております以上です 井上委員、はいまあ、実際の事例ではです、ね、あのマナーの問題ではまあ片付けられないまあ悪質なまあ事例もあるというふうに思います、まあ、例えばまあ道路の,あのシャドウ部分、広がりであったりですね、まあ、そういった事例へのまあ対応については、これ、どのようにお考えでしょうか上垣部長、はいえー、ご指摘のとおり、悪質な事例に対しては、えー、毅然とした対応を行う必要があるというふうに考えてございます。 先ほどご紹介いたしました、マインド・ユア・マナーズにおきましても、マナー違反としている行為について、その対応によっては法令等に抵触するケースもございます。このような事例につきましては、警察とも連携した対応を行う必要があると考えておりますことから、連携方法について検討しているところでございます井上委員。はい、もうこれれ最後ですけれどもあの 嵐山地域ではです、ね、特にゴミの問題について困っているというお声を地域の方からお聞きをします先週の13日にです、ね、木下寛生さんの方からご協力によりましてスマートゴミ箱を設置していただいたところですけれどもこのゴミ箱のゴミの問題についてはこれ,これに関してはどのような対応をされていくんでしょうか。上垣部長 観光地のごみ問題に関しましては先ほど申しましたとおり一義的にはテイクアウトを行っている事業者さんがです、ね、その対策にしっかりと取り組むべきものと考えておりますが地域が主体的に取り組まれる観光課題対策につきましては補助金交付という形で支援をしているところでございますで嵐山地域からも当該交付金の申請をいただいておりまして地域としてごみのポイ捨て禁止等を促す観光案内ゴミ箱マップというものを作成し 地域内の飲食店に配布される予定と聞いております。引き続き環境政策局と関係機関とも連携しながら地域のお声にしっかりと耳を傾けて課題を共有しながら対策を進めてまいりたいと考えております。井上委員、まあ本当にあの地域のあの皆さんのお声に寄り添ったまあ支援を続けていただいてあの観光と市民生活の調和に努めていただけてとおもいます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、終わります。 次の途中ですが暫時休憩いたします再開時刻は午後1時といたします